あさってからのセリーグカード。こちらあさってからのカード、一つだけオアシスとなっております。くっそ荒れそう。役中なんて半分消化試合みたいなもんだろ。チュニさんの広島への強さは何なんだ？結局今カードも敵のホームで勝ち越しとるし W。巨人は表ローテだからに勝はできそうだな。ヤクルトが最下位になってもネタにもならんし面白くない。ほとんど5分の対戦成績なんやらおもろそうね。役中なんてホームが勝つゲームやからチュニドラが5位確定させて終わりやろ。岡本、さ、扇風機、カズマはまた打たなかった？それぞれの天王山やね。最下位争い、A クラス争い、首位争いか。長かった今世がようやく終わるんかな。広島巨人は互いに調子悪いしつまらない首位攻防戦やな。一番チーム状態良さそうな阪神が守備で勝てる試合落とした&残り試合が少ないのがね。巨人広島は阪神と5分で横浜をカモにしてんのに阪神応援した方が CS 楽の意味がわからん。巨人って浅野と岡本がここ数試合チャンスで壊滅的なだけで打撃の調子自体は普通じゃない？ご視聴ありがとうございました。